を行います。格闘技は文武両道じゃないといけないじゃないですか。はい、バカには格闘技できないから。何私の顔見てるの。そうでしょ。はい、そうです。はい、知性のある人間の方が魅力があるんですよ。まあ、まあ、それは確かにそうですよね。なので、はい、今日みんなの学力テストをして弱点、ウィークポイントをね見つけて補ってさらに素晴らしいプロレスラーになってもらおうと思います。はい、テストは3科目あります。おお、どれだろう。いつも何いつも言ってんの。いつもだ。国語、はい、算数、英語。問題のレベルは小学6年生です。じゃあ余裕じゃないですか。まあ、いける。みんな6年生わかる。ジュニアハイスクール6年生。ジュニアハイスクール中学ハイスクール。やばい、やばい。ちなみにサマスは頭いいですか。はい。ケントはテストバッチリです。バッチリなんだ。ケントいつまで小学生だった。4年前です。つい最近じゃん。声はバカだよね。いやまあそう言われるんですけどね、うん、まあ、やればできる子なんで。おー、期待した。わー、テストみたい。それではスタート。国語です。最初は国語。名前ひらがな。これリングネームですよね。あ、リングネーム。名前リングネームですよ。載せますからね。左利きが2人もいるよ。おお、これ漢字とかも込みですか。漢字込みです。漢字込みですよね。この漢字は、この漢字は何と言いますか。はい、ことわざを完成しましょう。完成。完成しましょう。うん。何と言いますか。はい、石の上にも丸々って書いてください。何と言いますか。急がば。ああ。おお、ちゃん。待って、2番ってさ、急がばじゃない。どっち。漢字どっち。もう日本語わかんない。日本語わかんないよな。え、私が言ってることわかんない。もう英語のテストはどこですか。漢字どっち。まだまだこれが終わんないと英語じゃない。わかる。こういう OK わかるわかる。Okay. どっちだろうってなるんだけど。2番と5番だろ。頭隠して丸々隠さず。いや、国語は俺いただいたな、これ。何々を渡って渡る。2番と5番がわかんない。え、わかんない。固まる。わかんないの。2番と5番。声どう。いや、楽勝っすね。はい。もう全然楽勝っすよ。字間違えてもダメだからね。あ、大丈夫ですよ。得意なんで。本当。はい。こうなのか。あ、なるほど、なるほどね。お、で迷いました。意味を考えればね。意味合いを。そうですよね。うん。だからこっちだったらおかしいはずなんですよ。はい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 。こっちだと思うんですよ。はいはい。こうなるってことは。うん。これだなっていう。落書き。あ、サマスのサイン。サマス。はい。頑張れ。いいな。はい。サマス、ことわざ知ってる？ことわざって。難しい。難しい。じゃあ分かった。サマスとアルラ様は、はい、あっちで二人でやって、特別に今こっそり教えてあげて、そのサマスをかければ OK。これ田村様が間違えたらサマス0点になるからね。右の上にも右じゃないです。石。かわいい。石の上。石の。そうか。そうか。日本語わかんない。わかんないね。うん。田村さん。田村さんが教えてあげなきゃサマスわかんないですよ。日本語わかんない。大丈夫。田村も日本語わかんない。石橋を叩いて渡るべき。石橋、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 石橋。かわいいな、この二人。あ、サマス、字上手。ねえ。ん？いいです。すごいすごい。田村様は何の教科の先生だろう。私なんか、古文って感じ。古文。
あれ国語系ね、ぽいぽいぽい英語の先生も。あ、英語の先生も。じゃあ意味も書いといて。余裕そうにしてるから。これ私、うんちくを書いたらプラスのポイントになるから。あ、いいよいいよいいよ。いいんですか。いいよ。私じゃあ由来書きます。こういうの。由来を勝手に書いてみたんですけど、これ。あ、なるほどね。とか、ちょっと覚えてるやつをか、そういうの。いいですよ。プラスアルファもじゃあ考慮するので。よっしゃ。ちょっと意味わかんないです。意味わかるでしょ。なんで。代表に怒られるよ。なんでそうなのかってやつよ。例えばさ、犬も歩けば棒に当たる、はい、どういう意味？犬が歩くから棒に当たるんですか？ケント何でもいいから書く。何言われてないテストの時にさ、空欄で出さないで何かを書けって言われてるじゃん。わかんないで書く。ダメ。何言ってんの？こんな自分の思う急がばトイレでもいいじゃん。自分の思ったやつを書けばいいの。ケントの思う言葉を作ってみなよ。こっちってこっちかも。皆さん残り3分です。待ってどうしよう。声を静かにやりすぎだよ。あ、すいません。ねえ、ね、本当に真面目なんだね。いやあれこれ何グッチ。これグッチです。わあ、昔のっすよ。どうじゃない、どうじゃない、どうじゃない、ねえはねとるを間違えたら。サマス大丈夫、サマス大丈夫だよ。はい、10秒前。え、やば。終了です。はい、すぐに裏返してください。はい、裏返してください。美しい、この最後の追い込み、追い込み。田村さんと谷、次は算数です。数学はもう無理だ。算数でしょ。指使ったら解けるよ多分。よーい、始め。はい、はい、無知識。名前書くの忘れたら0点になりますよ。あぶねー。ケント何やってんの。筆算してます。あ、すごい。やってるんだ、えらいえらい。やりますよ。憎たらしすぎる。筆算って何。こういうやつ、こういうやつです。式書くの。こうやって下ろす。へえ。え、これ通分じゃないですか。何？え、何通分？通分って何？約分とか知らないですか。全然聞けない。待って、何通分？大丈夫。あ、あの分子と分母、分母が違うじゃないですか、数。だから同じにしなきゃいけないです。通分って。あ、そうなんだ。分母。同じにするだけ。そうなんですよ。そうか。前さは東京 OK。 何これ、何もう習ってねえんじゃないのかな。何これって感じ。何習ってないですよね、これ。俺の学校では何か書いてる。いや、忘れちゃいますよね、やり方も。なんかこういう感じだったと思う。何これ、小学6年生だよ。6年生こんなんやるんすか。やば、あーやばい、どうしよう。なんだろう。いや、これ余り出るの、これ。ん？え？ 2 番です。余りって何？何これ。え？出るんじゃない。0.1 余り6とかってあるじゃないですか。あ、そういうのあるのかな。 0.1 余り 6？ 0.1 に余りがさらにあるの。え、違いますか。一応書きましたけど。あ、でもケントすごいじゃん、頑張ってる。すごい、サマスそらそら解いてる。頑張ってます。サマスそらそら解いてる。あ、サマス頑張ってる。サーマースちょっと絵描いてんの。まあいっか、かわいいから。ねえ、ねずきさん、これバスケットボール何ですか。あ、これ何、これ。え、これ8分の3ですよね。うんうんうん。で、これが6分の5だから、うん、この黒いところを足したら、うん、あれそういう考え方なんだ。なんか小学生みたい。半分、これを同じにする、うん、方法がわからない。え、かけるじゃないの。わかりました、もう私。もしもし。はいはいはい。
まだ白紙なんですけど。いやいやちょっと作戦変えようと思って、うん、あと1曲あるじゃないですか、うん、ここは睡眠をとってやれよやれ備えようかなとやれ。いやこれも大人の戦略っすね。誰を言ってんの。やばすぎるんだけど。いやいやいや、代表に怒られるよ今回ねこれ企画持ち込んだ時にね全員がバカってバレたくないって言われてんだからねあら美味しそうなケーキ1と何分の何みたいなのあるよね。ケントありますね。なんか2と何分の何みたいなのある。ああ、ね、あるよね。ないよ。そうだよね。ないない。あと寝てろ。寝てろ。あるある。その答えある。なんか頑張って部分点を稼ぎなさい。いやなんかね、いや、なんだろうなこれね。ヒントあげようか。ヒント。はい。斜めと斜めにかけます。あ、それ分かった。あ、おめえ分かった。やってない。まだ行ってないの。そこまで。やってますよ。決して。斜めと斜めかけたって。よっちゃんもなんかみんな見てあげて、教えてあげて、ちゃんとヒントあげて。特に紅葉が分かってない。バレました。紅葉の隣に座って。いやもうこれ、これ暗号解読と一緒っすよこれ。俺からしたら分数の掛け算分かる。その問題は分かる。分数、はいはいはい。そこをだから斜めと斜めにかけてってば。斜めと斜めかけて、あ、そう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 。やって。わかんだらか。それをやると、うん、あ、なんかケントがスラスラ進んでる感じがする。終わったんですか。あ、終わりました。あ、終わりました。お、すごい。終わりました。優秀。でも合ってるかわかんない。はい、残り1分です。残り1分です。終わったの？プロレスでいうところのギブアップですね、これは。ケントも終わったの？いえ、終わりました。すごい。サマスはフィニッシュ。はい、はい、じゃあ回収してください。裏返しにして回収します。英語やだ。英語やだじゃないよ